いやいや、なんかほら、あ、ダメだ。ああ。始まった。はい、な始んまりましか、た。嘘。はよろい。しもうくおなん願か、いします。お願いします。いつもこうやってね、ドッキリみたいに始まするんでごす。い怖いですね、この 始怖まいんりです。方。ぬるっと始まるんです。そう。よろしくお願いします。今日のゲストは太田ゆかりさんです。はい、初よめろしまくおし願て。いします。よろしくお願いします。僕、ちなみにあれなんですよね。さっきもちらっと出たんですけど、このホニャララにおける太田ゆかりさんっていうのは実はこれ初めてじゃないっていう。え？知る人ぞ知る。あれ、ゆいさん、存じ上げないですか？もしかして。ホニャララにおける太田ゆかりさん初めてじゃないんですか？初そめうなんでてす。ですよね。あれ、存じ上げておらないですか？おらないですか？私、ちょこっえ？とね、LINE したことあったんですよ、過去に。実は、実は。こんえ、ばんそんなんありは。ましたっけ？もしかしたらね、そのオンタイムでは出ていらっしゃらないかもしれないけど、そうかもしれないです。あ、裏それで。僕がで、こう、こう、画面に出る前の時間とかじゃないですか？ではなくどうて。だっけな。ネはい。タバレをすると、キングさんがエースホテルからご出演された時はに、キングさんがほら、お部屋から、1階のギャラリーまで移動するっていう間に、い。はこうやってラップトップをおそらく抱えてカメラマンをされてたのが、私で。そう。あそこか。っていう。そうで、終わった後、多分ね、皆さんとちょっとお話しさせてもらってたんですよね。ああ、そうだ。そうだ、そうだ、そうだ。そうそうなんですなんよ。で思すいごい出した。お邪魔いしてや、た。ここまでちょっと、なんかちょっとこう、なんかログがちょっとなんか回らなかったですね。まあね。あまりにも意外な登場だもんね。いや、確かに確かに。そうなんそです、そううなんです。ね。はい、ということしかもすで。ごいな、ホニャララがそういうところ始まるとはちょっと初めてですね。なんかこういう始まり方初めてだった気がする。初めてですね。はい。そんなわけなんですけど、太田ゆかりさんの、さっき下にこう、プロフィールというか出てましたけど、ライフスタイリストっていう肩書きでいいんですか？そうなんです。すいません、なんか自分でもちゃんと仕事を説明できなくて、まあ、ずっともともとファッションのスタイリストなんですけど、で、ずっとまあ20代の頃ファッション誌だったりとかタレントさんとかアーティストさんの、ファッションのスタイリストをしていて、で、まあ、震災ぐらいのタイミングです、2011年とかのタイミングに、結構自分の生き方とか、もう本当にこのまんまで私はいいのかみたいなの向き合うタイミングがあって、で、そこからなんかもう少し本質的なことだったりとか、なんかこうファッションも表層的なファッションが多かったので、自分が関わるものが、だったので、まあそういう一過性ではなくて、もう少しこう深い暮らしにこう基づいたものだったりとか、そういったものをこう伝えていきたいなっていうのがあって、で、なんかこうあれよあれよと、こう食のカフェをオープンしたりとか、空間を自分たちで、お金がなかったので自分たちで作っていたら、まあ、空間のプロデュースのお仕事が来たりっていうので、まあ、なんか気づけば衣食住にまつわるスタイリストとしてお仕事をするようになったので、まあ、それをこう言葉で説明するのがとても難しかったので、まあ、衣食住のスタイリストでライフスタイリストですっていうような表現で今はお仕事させてもらってます。なるほど。はい。衣食住っていうのは具体的にはな、その、衣の部分はなんとなく想像できるんですけど、要するにこう、その洋服を選ぶというか、着るそうですものでね。すよね。はい。食と住っていうのは、どういうお仕事なんですか？ですね、食が、井出さんご存知か、神宮前の3丁目の交差点、なんていうんですかね、外苑ラッ西パス通でり。すよね。そうです、そうです。ラパスが、ラパスっていうビーガンのカフェを経営してまして、で、まあ今ちょっと休業中というか、ビルが老朽化で今ちょっとクローズしてるんですけど、
そういうこうビーガンの食の、提案だったりメニュー提供だったりとか、あのプロデュースだったりとか、最近だと、オーガニックのジャスミン賞のフリーズドライのスープとかを作ったりとか、あとはキャンプ場のビーガンメニューとかを作ったりとか、そういうのもプロデュースしたりとか、そういうことをしてます。なるほど、プロデュースだ。そうですね。簡単に言うと多分プロデューサーみたいな仕事になってきちゃうっていう、スタイリストとして、まあ、テーブルのスタイリングもありますし、広告とかの撮影とかもあるんですけど。なるほど、なるほど。そういうのもされるんですね。そうですね。アートディレクションみたいな。でももうね、ちょっと一人で何やってるんだろうって時々思う時ありますけどね。でもそれで仕事になってんだから面白いですよね。いや本当にありがたいですね。職10か10はどういうことをされるんですか？はい、10はですね、あのそのラパスを作った時に内装とかを自分たちでやってたんですよ。で、あのインテリアがすごく好きだったので、まあ、そういった部分で自分で家具を作ったりとか、まあ、内装も全部自分たちで施してっていうのをしていたら、まあ、そういうこう取材が多かったんですよね、インテリアの。で、それがきっかけで今スタジオとかを経営していて、あの撮影で使用するスタジオのインテリアのコーディネートだったりとか、あとはそれこそ、まあ、大きな施設で、先ほどのキャンプ場って言ってたんですけど、あの千葉県の稲毛海浜公園っていうところにスモールプラネットっていうあのグランピング施設があるんですけど、そういうののインテリアのコーディネートとかも全部トータルで入ったりとか、そういうふうにして空間と食とこうファッションって今まで分業でそれぞれのこうプロフェッショナルがいたっていう感覚だったんですけど、それが今はあの全部こうトータルで私が監修をしてこう動いていくっていう、まあ一気通貫するので世界観が統一しやすいっていうのはあるかもしれないですね、コンセプトとか。超理想的じゃないですか。いや本当そうですよね。なんか、いきなり話ずれちゃうんですけど、この間僕は全く別件になっちゃうんですけど、インバウンドのサミットちょっと登壇させていただいて、その時もやっぱりその空間というかですね、じゃあその旅とか、じゃあ日本どうするみたいな話をずっとこう皆さんこうしてたわけですよ。でもその時にもやっぱりよくその話題に上がってたのが、やっぱそのクリエイティブディレクターじゃないけど、そのね、そのブランド戦略って言い方も好きじゃないんですけども、まあでもやっぱりなんかそういう一貫したイメージを作れる人、その、マルティディシプリーナリーっていうか、なんかそこでこう、世界観作れる人がすごい大事だよねっていうことをすごい皆さん言っていて、まあ僕もすごいそれはもちろん激しく同意なんですけど、だからある意味ゆかりさんみたいな職能というかセンスというか、こうマルチで動ける方、だから何者かよくわからないけど全部通してできる方が、本当いろんなところでね、いろんなところで本当必要だと思うんですよ。なんかちょっと話がいきなり大きくなっちゃってるんですけど。いや、すごい、なんか自分自身としてはすごい不器用に生きてるような感覚があるんですけど、でも。いや、逆にめっちゃ器用ですよね。逆に。むしろ、いや、むしろそれで不器用だったら僕なんかどうなるんだみたいな感じの、本当に。なんか、もうハイパー器用な生き方だなって思いますね。いや、むしろその器用さを再隠すことなく、ちゃんと生かしてらっしゃって、ある一つのその道を切り開いてるところがまた素晴らしいですよね。そんな風に言っていただけて。いや、まあほら、僕これしかできないんで。そっか、なんか、あ、どうぞ。なのでライフスタイリストっていう職業の仲間が一人もいないのでちょっと寂しいんです。それはなんかあれですかね、ちょっと急遽ガーってレベルアップして、僕とか井出さんとかがちょっと追いつき追い越す、いや追いつくことはできないかもしれないけど、なんか僕らもやりますみたいな感じの願望は多分、ね、僕も井出さんも多分ちょっと野望としてあると思うんですけど、井出さんどうですか？いや、やりたい。うんって。いや、じゃあみんなでライブしたい。だってさ、そうだよね。空間ももちろんだしさ。うん。ほら、俺、カレーも作りたい。今日、このテロップいいですね。今日なんか、僕らの本心が暴かれていく感じで。
ゆうじさんさ、そろそろやった方がいいんじゃないの、はい、宿泊施設とかさ。いや、僕もあれなんですよね、ゆかりさん の、 そのインスタとかは拝見してるんですけど、別になんか近いとか言うつもりはないんですね。ただ、ゆかりさんご自身もヤギ座で、僕もヤギ座で、で、実はなんか誕生年とかもすごい近いので、当然星回り近に通ってくるんです、ある程度。まあ、ハウスとかは違うんですけど、うん、なので、まあなんか共感できることもいっぱいあるし、まあその表現方法が、だからそのファッションスタイリングをバックグラウンドにしてる方なのか、イタリアに行ってデザインやってて、ちょっと星かじってっていうところがバックグラウンドなのか、まあ多分そのエッセンスの抽出方法が違うだけで、なんとなく求めてるものとか、やりたいこととか、もしくはできることとかが多分まあまあ近いんだろうなっていう感じは勝手にこう共感としてあって、うん、はい。なので、まあね、作り上げていくものは当然、だからそれぞれのバックグラウンドがある程度ベースになるから違うとは思うんですけど、でも別になんか多様化の社会だから別に同じにする必要はないし、うん、そう、うん。なのでなんか、やりたいなってしまったらなんか、僕自身のウォンツを語ることは正直あんまないんですけど、でも今日はなんか積極的にウォンツを語る会になってくる感じがしないでもないですね。なんか。はい。やっぱり、はい。うん。ユージさんを見てて、なんか私いつも思ってるんですけど、やっぱり、見えないものを作ってる方じゃないですか。はい、まあ、心もそうだし、うんうん、空気もそうだし、なんかその未来とか、こう、なんていうんですかね、こう、形にないものを操るお仕事をされていて、で、なんか自分もスタイリストとか、はい、お洋服ってこう実在するものなんですけど、食とかもなんですけど、結局作ってるものはなんかオーラとか、なんか、うんうん、例えば CD ジャケットとかだったら、その曲のタイトルのメッセージをこう言葉なくしても洋服とかその空気感で伝えるとか、なんかそういうお仕事をしてたんで、なんかこう見えないものを作ってるみたいなのは、なんか同じ感覚というか、なんか心を作ったりとかっていうのはすごいいつも思ってます。でも羨ましい、はい、うん、言葉があるのですごく羨ましいなって思ってます。いや、まあ僕はほら、この早口が何もないんですけど、まあでもまあ、はい。でもおっしゃる通りですね、そのなんか今を流れる、この空気感というか、こう時代感みたいなものを、それをだから月に直すと、月のいわゆる占いというか、そういうなんかコンテンツになって、日だったら毎日の、その切り取りというか天気予報になってみたいな。で、まあ年運だったら年運でやってるみたいな感じなので、だからまあそのなんか結局読みというか翻訳というかエッセンスを抽出するっていうところにおいては、なんかそうですね、近しいものがすごくあるんだろうなって思いますね。うん、ただすごく思うのは、これまあインバウンドの時も言ったような気がするんですけど、その心とか空気感みたいなものとかをおざなりにして、数字だけを追ってなんか作られてきたとか、なんかできてきたものがすごく多くて、なんか物もあるんだけど、空気感と心がそこにないよねみたいなものが世の中にいっぱいあったし、なんかこれからももしかするとその点は若干続いていくのかもしれないんですけど、でもそうじゃないことをゆかりさんはすごいされているので、僕はそういう意味ではもう超絶リスペクトの方だし、いや、もっとなんかそのワールドがね、広がっていってほしいなってすごい思うんですよね。嬉しいですね。なんか今日嬉しい日ですね。いや、そう言っていただいて、もうなんかヤギ座同士褒め合う会みたいな、そんな感じで褒め合ってなんか、どういうことなんだ。なんかさ、今日ちなみにさっき聞いちゃったからあれなんですけど、それはあれなんですよね、ご自宅じゃないんですよね。あ、そうですね。まあ半分自宅のようなものなんですけど、今。こう東京と半々で生活しているので、今もう一つのお家の方が車なので、車の中車っていう寝てる寝ます。プリちゃん寝てる。プリちゃん起きた そうなんですよ、今車の中で生活しております。どうしようかな。なんかお家見たいとか言って、お家見たいですか？周りですか？あ、いや、すごい、そのあれかな、インスタとかを画面で出してもいいですか？ゆかりさん。もちろんです。それあり。そのさっきね、ゆいさんもインスタっておっしゃってたから、はい、なんかやっぱ空気感っていうかね、世界観すごい独特ですもんね。いいよね、ほんと。本当ですか？どうしたらあんなになるわけですか？
井出さんにそこまで言わせるなんてすごい。いやでもね、あれなんですよ、すごいあまり物に執着がなくってですね、私。で、あの家も実はあのいやこうそういうこと、あのスタジオとして貸したりしちゃうタイプなんですよ。なのでベッドルームとかは人が入れないようにしてるんですけど、あの朝起きて掃除したら、そしたらスタッフが来て、で、あの別の方にあの貸して、で帰ってきたらもう撮影が終わってるとか、そういう感じでこう家もそんなに執着がなく、どこででも暮らせるっていうスタンスなので、あの逆になんか空間とかはそういう部分では物がそんなにない空間で暮らしてるんですね。え、そのライフスタイルはもう結構前からなんですか？もう結構前からです。家を貸し始めたのは5年前ぐらい、4年5年前なんですけど、オフィスもスタジオになっていて、オフィスに関してはもう10年以上前からなんで、仕事してるとしてだいぶですね、それ。あってるとか。だいぶですね、それね。そうなんです。へぇ。いや、なんかそこも、ちょっと、はい、来た、どうぞ。はい、あ、どうぞどうぞ、まだ続けてていいですよ、ちょっと今。あ、いや、なんかそこも、ちょっと僕らはやっぱり近しい気がしていて、今、それこそ僕も住まいというか、あのそうですね、借りてるところが3つあるんですけど、でも基本ホテルとかにいることが多いから、うん、なんか3つあるのにほぼ使ってないみたいな不思議な状況になっていて、だからそういう意味ではあれですよね、なんかそのいわゆるその条件とかが許せば、そういうところを貸していくとか、使ってもらっていくっていうふうにすれば、うん、まあなんか効率っていう方好きじゃないけど、これは空間も死なないし、ちゃんと使ってもらうから生きるし、空気の循環もあるから、なんかね、そういうふうにすればいいんですよね。あ、だったらなんかもっと積極的に全国にもっといろいろ作っていこうかな。うん、ほらほら、今日はウォンツを言う回だから、うん、はい、勝手に認定しますけど、そう、ウォンツを言う回だから、そんなんとかもありかなと思いますね。僕はそこラウンドしていくっていう、はい。いや、もうさ、そろそろあれじゃない？しかもさ、カンタさんあたりにさ、宿作ってもらってさ、はい。そのほら、U 字コンセプトルームとかさ、はい。そういうの作ろうよ。まあそうですよね、ありですよね。うん。ありです、ありです。え、ユージさんの空間とか泊まりたいですもん。ね、あ、もうプロにそうやってないで、もう大変恐縮です。うん。あとは、あれなんですよね。これ、今これなんか考えてること明かしちゃうと、リアルな実は空間もいいんですけど、とかリアルな空間もやりたいんですけど、うん、なんかいわゆる完全バーチャルの世界にしかないような空間のディレクションもしたいなと思っていて、うん、もうほら、これからメタバースうんぬんって言われてるのもあるから、むしろそこへのなんかそういうスタイリングじゃないけど、スタイル的なものをちょっとなんか やりたいなとか、だから今ちょっとレンダリングアーティストさんとかちょっと探してるんですけど、なんかそういう、なんか勝手な野望というか願望はあります。なんかどこだっけな、今日北海道の家具屋さんのウェブサイトがすっごいバーチャル空間のなんかロックハウスっていう石に滝があるところにショールームを作って、バーチャルの中でですよ、で、あの家具の展示をしているっていうのをやってましたね、今日見てました。あ、かっこいいですね、それ。後でちょっと見てみます。うん、送っておきます。ありがとうございます。で、井出さんどうですか、そろそろ出そうですか。多分、はい、画面上げて、ほら来た。うん、これだよ。ちょっと後でね、皆さんもゆっくり見てもらったらいいと思うんですけど、これ家でしょ。あ、家です。もうどこでもショールームみたいな感じですもんね。すごいよね。うん。あ、すごいインテリアみたいになってるけど。そうなんですよ。王子が。インテリアじゃない。これとかね。そう、あとはね、あの、あれなんですよね。小物のスタイリングとかのセンスもめちゃめちゃいいんですよね。友達のことなんですよ。そう。これは違いますね。ちなみに今この、あ、これ、今私がいるとこですね。豆の横に。はい。これですね。
はい。すごい、トレーラーまでおしゃれだもん。確かに。なんかさ、そのさっき表層的なスタイリングが多かった、うん、以前はね。で、はい、そこからちょっとこう機会があって徐々にこう変わってって、うん、心のこもった、とか、そういう部分を大事にしてるっていうようなことを冒頭でおっしゃってたと思うんですけど、うん、はい、とはいえね、心がこもってればそのなんていうのかな、他者から見た時に素敵になるかっていうとまたそれも違う気がしていて、うんうん、例えばね、僕の親戚のおばさんのお家とかっていちいち丁寧で心がこもってるんですけど別に1ミリも素敵ではないんですよね。分かるかその感覚って、うん、そのおばちゃんちって感じなんだけど、うんうんうん、でもさそのゆかりさんのお家とかを見るとさ、もうなんかまあ万人とは言わないかもしれないけどさ、おそらく多くの人がさ憧れを抱くと思うんですよね、この感じって、うんうん、でそこにはやっぱりさ、はいはいはい、その今のだ心っていうのもいわばマインドですけど、それと同時にそのテクニックとか思想とかっていう、まあ、いろいろこう要素があると思うんですけど、うん、なんかあえてこのテクニックみたいなね部分をちょっと伺うとすると、うんうん、そのどういうところに気をつけて空間作りをしてるとか、なんかそういうエッセンス的なものってあるんですか？ですね、空間ですごく大事にしてるのは質量と周波数なんですよ。で、で質量っていうのはやっぱり物それぞれに持っている重さみたいなものがあるんですけど、なんか、うん、感覚として、で、うん、例えば、病院に行くとすごい緊張感があってこうキーンと張り詰めた静かな静寂な空気を作られるじゃないですか、病院のインテリアって、はい、で、はい、癒しの場所っていう風になるとこう柔らかさだったりとかぬくもりだったりとか、うん、そういうものがある中で、うん、私がお家の中とかでよくやるのはこう重いものを要所要所にこうちょっと浮いてなんか置く、あ、ごめんなさい。重いものを時々こう置いていくっていうことをやっていて、で、そうすると、こう空間が、なんかこう、しっかりとこうグラウディングするというか、品のいい場所になるんですよね。で、なんか、例えば、テクスチャーで言うとこうプラスチックのものとかがたくさん並んでると、そうするとちょっと軽い印象になるんですけど、テーブルの上にガラスのこう不安定なガラスの、まあ、例えば花瓶とかが1個置いてあると、そうすると私たち自身がすごい緊張感を持って所作もすごく穏やかになるし、うん、こうエレガントな動きに周りの人たちもなるっていうのがあるので、わかります？このガラスの壁とか、うん、ガラスのテーブルとか、ね、そう、なんかちょっと重い質量の重いものを配置するっていう風にすると、そうするとこうちょっとエレガントというかこれ本当に難しいですね、言葉に言語化するの。でも、いやでも今日これ聞けただけでもう神回決定ですね、うん、なんか、いやでも、はい、ちょっと、はい、質量っていう発想はなかったな。質量とだって波動ですよ、うん、そう、あ、周波数だ、周波数、はい、周波数ね、もう周波数、そうで、周波数っていうのはもう本当そのチャンネルだと思うんですけど、そのものはいろんなところから集まってくるじゃないですか、生まれた場所が違って、でもそこの横に置くことによってこう整っていくものっていうのが必ずあるので、なんかこう違和感のあるものは置かないように、やっぱり周波数がと同じ波動を持っているものをコレクトして横に並べていくっていうことを大切にしてます。料理みたいな感じですよね。そうです、そうです。ハンバーガーの横のフライドポテトであって、なんかハンバーガーの横のたくあんではないみたいな。うん、そう、まさに。で、それ、お洋服も一緒なんですよ。そう。で、
お洋服も一緒なんで、私は多分スタイリストっていう仕事なので、こう物をゼロイチで作る仕事というよりも、誰かがこう作ったものをこうどうこう並べていくか、どう着せていくかっていう、どう料理をしていくかっていう、あのお仕事なんですよね。なのでその並べ方みたいなところでは、そういう波動をあの自分がちゃんとキャッチしながら並べていくっていうことをやってます。なんか今の話聞いてて思ったのは、すいません、いきなりぶっこんじゃったあれなんですけど思ったのは、よくこういう世界、いやこういうっていうか、世の中往々にして、わかんない、これはもしかすると偏見かもしれないんですけど、あの01ができる人ってすごく評価されると思うんですよ。つまりブランドの始祖みたいな人だったりとか、なんかいわゆるなんとかっていう会社の創設者とか、サービスを作っちゃったプロバイダーの人とかっていうのがやっぱどうしても評価されると思うんですけど、でもそれを01を、つまり1を10に発展させたりとか、そのコンビネーションでもっていいものをさらにいわゆるかっこよっていう状態にこう仕立て上げちゃった人って、そこまでなんかいわゆる、まあ、評価されるし人気も出るしうんぬんなんですけど、その創設者の方に比べるとなんとなくちょっとこう、別に地位が低いとかいうつもりもちろんないんですけどね、なんかあのなんていうんですかね、こうで結局何をやったんですかみたいな感じがことが問われることが多いような気がするんですけど、個人的には。でも今のゆかりさんのそのお話の仕方というか、まあコンセプトの伝え方というか、そのなんていうんですかね、自分がやられてることをうまくこう言語化されてると思うんですけど、もうそれに尽きるというか、すごくうまい表現で、ものすごくバリューを感じさせる、なんかプレゼン、まあ別にプレゼンテーションをしたくじゃないんでしょうけど、でもなんかお話だったなと思って、もうまさに、うん、そうだそうだ、うん、すごいすごいみたいな、もう本当にかっこよの達人なんだなっていうのをすごい感じましたね。うん、本当ですか。うん、いや、難しいですね、伝えるのって。いや難しいですよね。いや本当そう思いますよ。難しいと思います。だってゼロイチの方だったら、いや俺これ作ったってイエーイって言えちゃいますからね。でもそうじゃないところがね、難しいんだと思うんですけど、でも今の表現は僕は本当にすごい良かったなというか、ものすごい分かりやすかったですね。うん、多くの方がだってほら、ハンバーガーの横になんかね、なんだ、きんぴらごぼうとか乗っけちゃうじゃないですか。でもなんかそうじゃなくて、ちゃんとポテト持ってくるセンスっていうのがなんかすごい分かりやすかったです、今のお話だと。あ、よかった。すごいあのレベルが高い方々ですね、本当に皆さんも。ん、あ、コメントですね。あ、コメント、はいはい、もう、はい、コメントを見てて、いやそうなんですよ、皆さんもうやばいんで、レベルが高いんですよ。そうですね、いやもう本当まさになんかあのずっと20代の頃にファッション誌をやっていたんですよね、ファッション誌のスタイリストで。そうすると500円の、まあ、T シャツと5000円とか5万円の白い T シャツが、まあ、一緒に並んでたとしても、こうスタイリングの力でなんとかできてしまうっていう、そういう力も持ってたんですよ。でもなんかそれをやってることが、なんかだんだん自分がこうちょっとモヤモヤするようになってきて、なんかそのそう、あの波動を変えてしまう仕事をしてたんですけど、そうではなくて、なんかこう本当にいい波動を持っているものを、なんかもっと多くの人に伝えていけるような、なんかそういうスタイリストになりたいなっていうふうに 思うようになって、ライフスタイリストになってったという感じでしたね。いやもう冒頭30分でもう神回ですね。もういやすごい。なるほどね。井出さんどうしたんですか、なんか挙動が。どうしようかなと思って。うち。あ、その空間音ですか。あ、お手伝いに行きます。あ、ぜひ。すごい。すごい。もうね、もう空っぽに近いからな。え、なんか変な質問なんですけど、幼少期は何やりたかったとか、あの幼少期に、なんか思い描いてた夢じゃないですけど、こんなんしたかった、はい、あんなんしたかったとか、もしくはこうなりたかった、そういうのってなんかあった？もういきなりもう最初からそのファッションの世界で、その、うん、なんかスタイリングとかスタイリストとか、なんかいきなりそういう感じだったんですか？でもあのお洋服はすごく好きだったんですよね。母親がお洋服を作る仕事をしてたので、はい、なるほど、あの
そして多分10代の後半っていうのはもうかなりあのなんていうんですかね、はっちゃけた時代だったのでなるほど、想像にあの同世代だから想像に難くないですが、あのそうなんですよ、容易に想像していただいたような感じでいたので、はい、あのお洋服のあの販売員だったりをやったり、あとはそういうこうお洋服を作る側に行きたいっていう思いはすごい強かったです、10代の頃は。で、あのスタイリストになるっていうのは本当にあの偶然というか、お洋服屋さんで働いていた時にあのたまたま現場に入る機会をいただいて、でもう入った瞬間にもう全ての世界にこうちょっと魅了されちゃって、もうそこからはスタイリストの道を目指すっていうのがちょうど二十歳だったんですけど、そこからはもう全く何の記憶もなくただただ働き続けてっていう20代でしたなるほど。でもそもそも僕もなんかちょっといかがわしい仕事をしておきながらこんなこと言うのも変なんですけど、スタイリストさんって僕の周りも何名かいますけどね、あの意外とキャリアパスが謎な仕事だのうちの一つだと思うんですよ。例えば、うんうん、いわゆるそのどうやってなるのかっていうところが意外とベールに、いや別にベールに包んでるつもりはないと思うんですけど、なんかよくわからない。なぜかというと別にそれを、うん、なんかこうね、虎のもあの巻があってそれを、ね、入門してとかうんぬんかんぬんみたいな感じもないでしょうし、うん、あのいわゆるそのなんていう4年生大学出たらそのままあのどっかで就職してそれがスタイリストっていう感じでもないでしょうし、うん、なんかあの変な言い方するとなんか今スタイリストとしてすごく活躍されてる方ってなんか皆様いい感じで裏口入学されて入ってきたみたいななんかよく表現が困っちゃうんですけどなんかその、なんかそういうルートみたいなものが分かりづらい職種だと思うんですけどね。はい、まあ、僕の仕事もそうですけど。まさにその通りで、あの試験もなければ免許もないし、はい、もう本当にその現場でどれだけこうアシスタントの時代に、まあ、そこでこう関係値、周りの方々との関係値が組めているかとか、まあ、自分がその、まあ、アシスタントだった間に経験して勉強したことがもう全てになっちゃうんですよね、仕事のスキルとしても。でそれから独立してからあの新たなこうジャンルの仕事をスタイリストとして広げようと思った時ってもう本当に素人になってしまうので、まあ、そういった部分でもすごい苦労があったりするので、本当に誰の師匠につくかによっても変わるし、本当に免許があるわけではないので、この瞬間にあなたはスタイリストっていうのもないので、本当にお仕事いただいた瞬間が初めてスタイリストになれた時っていう、かなり独特なお仕事だなって思いますね。でも、うん、逆に言うとなんか昔はそうやって関係値がないとできなかったお仕事なんですけど、今ってあの逆になんていうんですかね、SNS とかでこう個人の才能を伝えることによって、逆にあの私たちがやってた時のスタイリストではないにしても、まあ、ファッションを伝える側っていうお仕事は結構できるようになってきてるのかなと、もう今日から私もスタイリストって誰でも言える、そういう時代なのかなっていうふうにも思ってるので。確かにそのテクノロジーのこう介入によってそのいわゆる門戸がめちゃめちゃ広がったっていうのはやっぱり結構いろんな業種で言えそうですよね。スタイリストもちろんそうでしょうし、まあ、多分今僕がやってるような仕事も多分そうでしょうし、それこそね、もうなんかちょっとあのね、こう学んだ瞬間に何なら一人あのクライアントさん見た瞬間に本読みですって言えちゃうみたいな資格も何もないですし、とかあと井出さんのやられてるデザインとかだって、僕も元デザイナーだからなんとなくわかりますけど、昔はそのほら企業に入れないと高いプログラムも買えなかったし、特に 3D 系とかは。で、それで当然あのルーターとかもなかったから、あの三軸のルーターとかも個人で買えなかったですけど、でも今や 3D プリンターだの、3D スキャナーの何だのかんだの、プロトタイピングだの、個人でも何なら買えちゃうぐらいの金額であって、もう個人でラボとか持てちゃう、マンションの椅子がラボとかにできちゃう時代じゃないですか。はい。いくらでもそのプロトタイプとかも作れちゃうし、僕はもともとインダストリアル系なんでそういう話になっちゃうんですけど、なので、もうプロとアマの境目ってさ、何みたいな、はい、感じのこともめちゃめちゃあるじゃないですか。うん。でもだからこそ、ここがポイントなんですけど、じゃあ、そのツールとか、
その、なんていうんですか、プラットフォームはもう変わらないんだから、そこで何が差がつくかったら、やっぱり、ゆかりさんの最大の武器だと僕は個人的に思ってるんですけど、やっぱりもうセンスだと思うんですよね。もうそこが一番差がつく。ような気もしていて。でもセンスって何なんですかね。センス、いや難しいですよね。難しいよ。いや本当に、あのでも私すごい自分でセンスがいいと思ったことって本当にないんですよ。すごい努力の、あのヤギ座なんで本当に努力の人なんですよ。そこでヤギ座挟むんだ。いやユージさんの本読むと本当にね。あのびっくりするぐらい本当ヤギ座って茨の道だなって思うんですけど、本当に努力をずっとしてる、あの自信を持てたことがほとんどなくて、なんでずっと勉強で、逆に言うとその努力の、賜物として現在のセンスが、現在のセンスにつながってるみたいな感覚はありますか。現在の、そうですね、仕事につながってるという感覚はあります。ヤギ座って多分ね、井出さんが想像してるよりももしかすると、いや分かんない、想像ちゃんとされてると思いますけど、多分ね、めちゃめちゃ積み上げ積み重ね族なんですよ。もうなんかもう永遠と、人生がなんか永遠と積み重なっていくジェンガみたいな感じなんですよ。超強いじゃん。超強いです。だから積み上げがないときはヤギ座ってもうヘタレなんですけど、積み上げがあるとなんかだいぶなんかもうあの 強みが増してきます。なんでまあ年を取るのはすごい楽しみなんですけど。確かに、はい、わかります。それすごいわかります。もうまだまだですね。まあでもそうだね、ゆいさんも散々人のこと見てきた人生ですもんね。そうですね。まあでもまだ懲りずにまだ見てるっていうね。なんか、エンドがない感じですけど。なるほどね。そうか。センスね。そうなんだよね。井出さんのそのデザインっていうのも、こう、何がこう、いろんなゴールがあるじゃないですか、デザインにも。はい、こう、はい、クライアントさんが求めているものとか、なんかそのユーザーのためのデザインとか、自分自身が作り出すデザインとか、なんかそういうのってな、何でそのセンスというかこう受け取ってるんですか。その声を受け取ってアウトプットするというか、なんていうの、またこの話力がセンスがいいですよね。また今の質問がね、いや僕はそれはすごい思っちゃいました。なんか、まあ、センス、そうだな。今日ね、たまたま朝からそんなことをずっと考えてたんですけど、やっぱ何、あ、っていうかね、あれかな、昨日ぐらいから考えてたのかな。やっぱね、何事もこう発想の飛躍って大事だなって思ったんですよ、今日。で、要は、その、A は B だから C であるっていうロジックってすごく真っ当なんだけれども、やっぱ退屈で、どっちかっていうと、A は B だから C じゃなくて Z ぐらいまで行っちゃえる人の方が面白いと思うんですよね。で、その A は B だから Z まで行っちゃう人の代表格が多分アーティストって名乗ってる人たちで、まあその共通の友人で言うとそのキングさんとかっていう人たちはそういうことになると思うんです。で、その、まあその発想を飛躍するっていうのは要するに、なんていうか、その直感力とかインスピレーションみたいなものにも近いとこあると思うんですけど、何かのことを考えてるときに、なんだろうな、例えばですよ、その野菜が足んないから今日はそうだな、サラダいっぱい食べようとかっていうのが A は B だから C 的な発想なんだけど、野菜が足んないからそうだな、引っ越そうみたいななんかこととかね、その畑のそばに引っ越そうとか、とりあえず畑から作ろうとかっていうのが、もしかしたらその飛躍のある発想なんだけれども、それぐらいなんかこう突き抜けちゃえることっていうのはやっぱユニークなんですよ。で、でもそれをその言語化できるかどうかっていうところが多分重要で、要するに共有できるかどうかだと思うんですよね、人と。で、そのアーティストっていう人たちは多分その共有が上手なんですよ。
そのアーティストとして生活ができている人たち、なんかドーンって発想飛躍させちゃって、自分のやりたいこととか自分の興味関心とか自分のなんかその義務感みたいなものとかっていうのと、ただそれだけと向き合ってるのに、なんかそのお前らにとって必要なんだってこれはって言えちゃうのが彼らであって、社会にとっての必要性っていうのを自分の言葉で言えるんですよね、おそらくね。で、なんか、僕の、さっきの質問に戻して、僕の場合で言うと、僕多分、その、一般的には、というか、その、僕のことを知ってる人たちからは、割と、こう、論理的な方だというふうに受け止めてもらってると思うんですけど、割と、実は、適当なとこがあって、だポーンと飛ばしてみて、それを、なんかこう、言葉にしていくっていうようなことを、その、アーティストほどの距離感っていうか、飛距離は持ってないんだけど、それをやってる感じはあるんですよね。なんかこうなったら面白いだろうなみたいなのが先立っていて、でそこに対してそれをなんかちょっとこうなんつうのかな、必要性と紐づけてあげるみたいな、でその必要性はおそらくその時々って違うんですけど、なんかそんなことをやってる気がするし、それを大事にしたいなという気はずっとしてます。あ、でもこの言語のキャッチボールの中でこうなんかディティールが見えてくるみたいなってことですよね。先に飛ばしてから。うん。なんかその、こういうものをやってほしいよとかって言われたら、うん、もう先になんとなくこう、あ、じゃあこういうことやっちゃおうみたいなのあるんだけれども、それをなんか、そっからこう、引き戻していって、うん、その階段作っていくみたいな感じ。上から下に階段を作っていくみたいな感じですかね。うん、あるかな。そう、でもね、そのさっきのセンスの話にちょっと戻すと、よく思うんですけど、そのものを作るのが上手な人と、ものを選ぶのが上手な人って、大体別な感じがするんですよね。なんていうか、そのデザインをする人たちって、まあ、すごい変な言い方だけど、語弊があるけど、みんなが必ずおしゃれかっていうと、全然そんなことないんですよね。すっごい素敵なものを作るんだけれども、なんか全然おしゃれじゃないみたいなおじさんたちいっぱいいるから。うんうん、あれ不思議ですよね。ってずっと思ってます。でもそれもちゃんと星に出てるんですよ。なるほど。うん。作ると選ぶは違うんです。あ、なるほどね。星作っちゃダメですよね。非常に残念ながら作る感じはない。そうなんですよ。なんかさ、でもさ、そのほら、例えばその衣食住っていうことで言うとさ、全部自分で作れちゃったら、それはなんか素敵っていうか統一感が出て当たり前なんですよ。空間をさ、1から10まで全部自分だけでやれたら、テーブルも椅子も家具も全部作ったら、同じ世界観になるのは当たり前なんだけど、それおそらく退屈だと思うんですよね。うんうん、なんかわかんないけど、全部同じその、なんだろう、例えば無印良品なら無印良品で全部揃えると、ショールームのようにはなるんだけど、その、なんていうのかな、それを否定するわけじゃなくてさ、これ豊かかと言われると、それちょっとわかんないみたいなところがあって、でもやっぱり、なんかその、さっきのね、ゆかりさんのお家に戻すんだけど、どこかで買ってきたテーブルに別のところで買った小物がその上に乗って出てくる。で、ソファーはもちろんまた別のところが買ってきてって、その要はいろんなところから持ってきてるにもかかわらず、一つの世界として統一感があるっていうことが、その、すごいとこだと思うんですよね。うんうんうん、それが多分できないんですよ。いや、それはね、それはきっと努力の人なんですよ。もうね、努力なんだ。すごい話し始めると多分あれなんですけど、この椅子を作ったのは誰々さんっていう人で、で、何年代でこういう風な思いで作っている、まあ、戦時中に子供の頃から椅子を作り続けてきた人がこの椅子を作っていて、で、このテーブルはなんとかでとかっていう、こう、者たちが全員こう語っている言葉を聞いて、で、それをこう置いていくんですよ。なんで、そこはね、多分努力の人なんだと思います、私。みんなの声をこうちゃんと聞いて、あの人どうやって生まれたのみたいな感じですか。もはやそれはちょっともう特殊能力者の域ですね。やばい、やばいですね。本当に。デザイン哲学みたいなものですよ。そのブランドさんだったりとか、はい、
あとはまあ生地が、あの例えばじゃあイタリアのツイードの生地ってなったら、そしたらあきっとこういう工場のこういうおばあちゃんたちが多分生産しているこの地方の工場ってこういうところの空気だなって思うと、そうするとそこのこう景色がその椅子の後ろ側に見えてきたりとか、なんかやっぱりやばい能力者なんですね。いやーすごいな、ちょっと想像以上だったね。いやでもそんな思いがあって、こうゆかりさんに選ばれた家具とかピースたちは幸せもんですね。オラを選んでくれてありがとうみたいな感じですよね。本当だね、すごい。メロはね、いや本当ですよ。あ、だからあれだね、ユージさん、あのほら家具とかインテリアにおけるセレスチャルケミストリーをやってる感じだね、きっと、ね、あ、そうだそうだ、そうなんだそうなんだ、それがそうですね、まさにまさに。あ、なるほどね、これは。そりゃ調和があるわけですね。うん、素晴らしい。さて、いい時間になってきましたけど、ユージさん、そろそろそしたら楽しみにされてたという、そう、プチセッションじゃあ行きましょうか。はいはい。で、まあ、さっきちょっと僕ネタバレしちゃったんですけど、とか、まあ、ネタバレっていうか、まあ、ゆかりさんご自身もしてますけども、まあ、ヤギ座の方なんですよね。ただ、まあ、僕との違いで言うと、まあ、僕との違いというか、いつも僕のことを晒してるから、僕の方でもあの比較対象者として出したんですけど、僕はヤギ座のかなり後半の生まれであって、ただ、ゆかりさんかなり前半の生まれなので、まあ、その辺の差っていうのはあります。なので、いて座みが、まあ、それ以外もそうなんですけど、いて座っぽい要素がまあまああるゆかりさんと、まあ、水亀座っぽいのがまあまあある僕っていう差はあるんですけど、はい。非常に、やっぱりさっきもお伝えしたように、星の配置はまあまあ近しいですね。例えば、天秤座に星がめちゃめちゃ入ってるとか、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、そのあたりはすごい近しいところがあるから、だからやっぱりその、改革者というか、アップデーターみたいな要素がものすごく強い二人です。で、特にさっきからプロデューサーであるみたいな話をちょこちょこ、まあその名前が出てきてますけど、実際その、もうナチュラルボーンの、もう本当プロデュース気質の方で、で、結局いろんなものをアップデートしまくっていく方です、ゆかりさんっていうのは、この星を見る限りは。で、あとは、ですね、もうこれ本当にご自身でもおっしゃった通りなんですけど、その新しい生き方とか働き方やり方みたいなものを、まあ提案っていうか、やっていくことによって、そのまあ道ができていくっていうね。まあそういうような方なんだろうと思いますし、あとはやっぱりそのアンテナ力がとにかく素晴らしいんで、でそれでまあいろんなものを吸着キャッチして、まああと発信してっていうところは、すごく、あるんだろうなって思いますね。で、これがすごく面白いんですけど、ゆかりさんの後悔の人生のじゃあミッションっていうか、何やるために生まれてきましたよっていうのがあるんですけど、で、ここで問題なんですけど、何だと思いますか？私ですか？いや、もちろんもちろん、はい。教えてほしいです。いや、もちろん伝えるんですけど、いや、もちろん僕はその答えは分かってますけど、何だと思います？いや、なんか普段いつも僕の方がいつもバーって言っちゃってるから、まあ、せっかくだからなんか問うてみようかなと思ったんですけど、生きる意味。生きる意味。まあ、何をやるために、まあ、意味っていうか、何をやるために、今回の人生生まれてきたかっていうので、つまりだからこの努力目標っていうか、達成目標、ドーンっていうのがあるんですけど、さあ、何でしょう。はい。なんかみんなに喜んでもらいたいって思ってます。みんなに喜んでもらいたいだと、3点です。100点満点中の3点です。だいぶ低い。だいぶ低いというか、もうほぼ0点ぐらいの勢いですけどね。はい。なんですか？ 3 点って。逆ですか？なんですか？逆ですか？うん、逆、そうですね。逆ですね。お？うん。みんなにっていうところが、マイナス95点になっちゃってる理由です。喜んでもらい、自分ですか？そう、ですね、これがポイントなんですけど、ゆかりさんの星回り見たら、
誰かから自分に仕事が来る関係性でもって、まあなんかいろんなものが回る。なんかあとはその自分がやったことがそうやってなんかこう評価されるとか、なんかとにかく他者との関係において物事が進んでいくっていう要素がめちゃめちゃ強い方なんですよ。うん、はい。ただし、でもっていうのがその後にこうフレーズでくっついてきて、でも本当は魂の課題的には、っていう感じなんです。ってことは、なんとなく、で持ってくるってことは、その最初の前半パートとは、違うということなので、デモが来てるから、ってことはなんとなくもう分かってきたような気がするんですけど、さあ何でしょう。いや、もうね、ちょっと自分の時間がないんですよ、最近。はい。いいですね、いいですね。いい感じ、はい。そう。で、ちょうど40なんですけど、年齢が、なんか、このままの生き方ではいけないって思い始めていて、今新たな場作りをし始めてます。おお、いいですね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 。でもうちょっと自分の能力とかをちゃんと高められる、フォーカスできる時間をもっとちゃんと取りたいなっていうのは思ってます。合ってますか？ですね、今のだと65点ぐらいです。渋いね。やばい。そう、なんで65点まで上がったかというと、みんなが、そう、そう。はい、あのですね、なんでかというと、あれなんですよ、最初なんて言ってましたっけ、みんなになんとか、あ、そう、喜んでもらいたいっていう、みんなになんとかしたいっていう、なんか、なんだろうな、こう、want to make them happy 的な思想は今回の人生もう捨てていいよっていう、リリースしていいよってことなんですよ。だから、マイナス95点になっちゃってて、だから、他者軸によってすごい生かされて、そこによっていろんなものを回るんだけど、それを生かして自分の心地いい空間を作りたいとか、自分が自分らしく、自分の心地よさファーストで過ごしたいとか、そこに他者が介在しないというか、介在させる必要があんまないんですよ。だから他者軸から絶対的な自分軸に戻ってきて、なんかあれ食べたい、これ食べたい、こんなとこに住みたい、うんぬんかんぬんって、ある意味だからちょっとわがままになっていくみたいなところがすごい重要な方なんです。でもっと言うと、社会的なところがやっぱりヤギ座だからすごい強いと思うんですけど、社会で活躍するべきだ、こっちの役に立つだろうな、こっちのいいだろうな、みたいな。で、まあ、それを捨てる必要はもちろんないんですけど、でも空いた時間をちゃんと作ること、エモくなる、そのなんか場所を持つこと、エモい自分を許すことみたいな、なんか、ああ、だりーみたいなことをちゃんと自分に許すみたいなのがすごい重要で。はい。なので、他者の、これがポイントなんですよ。社会的な、もしくは他者の五感を満足させるんではなく、自分の五感を満足させることが大事なんです。だから今までは他社のそういうほらスタジオのとか飲食店だったりとかうんぬんかんぬん、つまり社会的なところでずっとそのご活躍っていうか五感を使ってきたと思うんですけど、いや、なんか自分用にサラダ作って超うめえみたいな、以上 OK みたいな、まあ極端に言うとそういう感じで全部社会的なものと紐付けなくてもいいんです。いや、もうそれ1ミリも考えられない場所にいましたね、私多分。ですよね。そう、なんかね、もう私の人生はきっとご奉仕というか、もうみんなに、なんかこう、なんていうんですかね、こう、の場を作ったりとか、自分のための場を作るなんて考えたこともなかったんで、まあ、それこそ家もそうですし。うんうん。でもだって家だって自分がいるときに貸してたんですもんね。そうなんですよ。で、その時に、はいはい、みんながここで使いやすいかなとか、気温大丈夫かなとか、そんなことも考えながら、ずっと言ってたんで、うんうん、確かに。でも、本当に、そうなんですよね。その自分のための時間とかは、考えたことがあんまりなかったから、ちょっと今、ドキンとしてます。でも、本当に40でこのままでいいのかなっていうのは思ってたんで。はい。なんかすごい今、すごい、結構ね、すごいな。
すごいなんか、すごいなんか言葉の付け方がなんかもう前半と後半ちょっと違う感じですけど、あとは、そう、あとは意外とこれって難しいと思うんですけど、あの、だ僕も焼きさんだからなんとなくわかるんですけどね、あの、どうしても物買うとか、物選ぶときに、なんかこう、自分の中にある、もしかするとプリミティブな面っていうか、あの、うん、あのピュアなところにちょっと蓋して、ああ、なんかこっちがいいかなって選んじゃったりとか、なんかこっちにしとこうかなって思っちゃったりするようなところが、うんうん、多分もう長年のもう蓄積で多分オートマチックにそうなっちゃってるような気もするんですけど、でも実は本当はこれがいいなとか、こっちがやってみたいなと、誰にも見せないし、誰にもこうインスタでも載っけないんだけど、これちょっと体験してみたいなみたいなことを、ちょっと誰にも見られないんだったらちょっとこれやりたいかなみたいなところとかが、もしあったりするんだったら、そういう時間を積極的に持ったり、取ったりするといいと思います。はい。なるほど。はい。確かに。まあ、全然、インスタには載せてないですけど、最近よくワンピースを見てたんで、ネットフリックス。はい。童心に戻ってるのかなって思ってましたけど。そうですね。なんかね、大人っぽいところがものすごいこう、なんか先にこう伸びちゃってるような星回りの方なんですよ。だから自分の中の子供っぽさとか、まあ言い方が悪いって幼児性というか、このコアの部分がどっかに置き去りになっちゃってるところを、さあ、レッツ回収みたいなのが Now なはずで、特に2020年ぐらいから始まってるはずなんで、そのあたりをしっかり回収していくと、そのあたりも、あの、保管された、本当にこう、ゆかりさんの完全体みたいな感じになっていくはずなので、なんかそれが逆に僕は早く見たいというか楽しみだなって思いますね。ちょっと、なんかできそうな気がします。そう言ってもらって、背中を押してもらった感覚があって、実は、本当にもう、本当にナウなんですけど、今日からペンキ塗りっていうか、あの、今、古民家改修をしていて、で、はい、初めてなんか人に貸せるかどうかもわからないとか、なんかビジネスになるのかなこれみたいな、もう本当に自分の欲でこう今やり始めたことがあってまさに今ちょうどこう手を入れ始めたんですよね。あの、全部の外側が終わってこれからっていうタイミングで今これを言われたので、なんかちょっと大切にしたいなって思いました、自分のその思いを。そうですね、まあなんか多分そうやって着せずしてったのかどうかわかんないですけど、そうやってもう星の流れもいい感じに乗ってるんで、もう本当にその社会的に意味があるないとか、役立つ立たないとか、どう見られるとか一切関係なく、もうなんかあの誰に見せるわけでもない作品を作るみたいな感じで、こうあのそこにねこう向き合っていただくと、多分また違う扉が開くはずなんですよ。あの、今までと違う扉が、それが僕は楽しみだなと思います。なるほどね。ちょっと頑張ります。ぜひ。遊びに来てください。ぜひ参ります。楽園を作りたいなと思ってるので。そう。で、極めつけは実は、そういう、その社会軸と自分軸の、まあ統合っていう言葉は最近ちょっと流行ってる感じですけど、統合と、なんか、なんていうんですかね、こう、そういう意味での真の人間らしさというか、ヒューマニティというかですね、なんかそこを回収していき、なんか新しい価値観みたいなものを世に投げかけるというか、創造していくっていうところまでが今回の人生のゆかりさんのミッションなんですよ。だからそこに行くための、一個前の前段階として、その、放置してきたものの、プリミティブなものを回収していくっていうフェーズがここ5年間待ってるんですよ。5年間やっちゃっていいですか？2026とか、まあ、2025とか6とか7ぐらいまでですけどね。うんうん、はい。そのあたりが終わってくると、また違うステージが待っていて、もう全然、あの、違う別物、まあ別物って形失礼ですけど、なんか、あの、1段、2段、3段上がってるところにいらっしゃると思います。頑張らせていただきます。ぜひ、はい、あ、皆さんが良かったですねって、ありがとうございます。いや、頑張らないとな、なんか頑張んない、うん、頑張らないと、うん、そう、ちょっとね、自分の時間を
なんか目的がなくこんなことやってていいのかなってちょっと思ってたんですよ、本当に。はい。で、すごいですね、ユージさん、このタイミングで。ね、いやでもなんかこのタイミングで本当に良かったですよね。あとは、うん、なんだっけ、ほら、神宮前のお店の件も、うん、そのね、老朽化の建て替えって、それも、で、結局その外圧があったから、一旦休止ができたわけで、うん、だからどんどん外圧で、ちょっともうその社会的なことをちょっと一回ちょっとクローズして、なんか一回この前に入るみたいな感じで、で、またこうね、前から出てくるときには違う蝶々になってるんじゃないっていうような、なんかそういうタイミングだと思うんですよ。うんうん、うーん、面白い。でも転換期なね気がしてます、私も本当に。そうですよね。うん、ユージさんも転換期ですか？そう、僕もそんな感じですね。なんかあの、さっきもちょっと申し上げましたけど、インバウンドサミットみたいなああいう話とか今までなかったですし、はい、あとは実はその今ちょっと違うその仕事を進めてるんですけど、それはちょっとあんま星とかあんま関係ない仕事だったりとか、うん、はい。なんかよくわからない、そういう、なんかまあ星っていう、そのね、その、業界領域には片足は突っ込んだままだと思うんですけど、もう片足を結構今ピポットさせていってる感じは結構ありまして、うんうん、はい。だいぶちょっと、なんかステージっていうか、なんか見られ方変わっていくような感じはちょっとしてますね。でも実際なんか内側を掘っていくと、やっぱそこが自分のウォントだから、だからちゃんとその通り動いてるなっていう感じはあります。うんうん。うんうんうん。ウォントね。はい。うん。でもこれ、ここ最近ね、僕勝手なテーマなんですけど、ウォントって本当大事だなと思ってて、なんか、うん、ある程度の年齢になってくると、なんとなくウォントって言わなくなってくるというか、表現しなくなっていくというか、うん、なんかむしろ、ウォントと思ってることは実はウォントじゃなくて、なんかのストレスの代替発散行為であって、なんか本当の奥にあるウォントじゃないみたいなことって結構あると思っていて、でもそれをちゃんと気持ちを慣らして、それこそなんか、心をなぎな状態にしたら、やっとその湖に潜ることができて、そこからこう本当のウォントをこうサルベージしてくるみたいなことが多分できると思ってるんですよ。うんうん、そこで出てきたウォントっていうのが本質的なウォントであって、でそれをやっていくと当然、まあ、道ができるっていうか、心が喜ぶっていうか、うんうん、だからその代替発散行為をやってる間はまだそこが全然たどり着けなくて、はい。だからちゃんとウォントを拾っていくって大事だなっていうのはすごく思いますね。いや、これ今すごいもうすごいメモです。本当にすごい大事ですよね。でも結構やっぱスタイリストの仕事してると、本当にそのウォントの、その、うん、なんて言うんですか、表層的なチェンジを求められる時に必要とされることが多いんですよ。で、ファッションとかもそうじゃないですか。こう、はい、今すぐ変わりたいみたいな、気分転換のためのウォントがすごく大きくて、でも本当にその内側の、こう、そういうものをして、なんかそれをこう、剥いだ後の、なんかウォントって、に出会えるってすごい、こう、人生でも何回も何回もあることじゃないから、なんかそれが、こう、ガンってきた時って最高ですよね。いや本当ですね。しかもなんか光が差すので、ああ自分がやりたいのはこれだったのか、バーみたいな、なんかその光のロードができるみたいな感じがですね、ちょっとなんか、うん、ちょっと劇画的で、傍から見てると、それがなんかね面白いんですよね。だから仏教的になぞらえると、うん、ほら生姜と大なんか大河というか神河みたいな感じで、うん、だから小ウォントと大ウォントとか、小ウォントと新ウォントとか言うんであれば、その新ウォントになんかこう巡り合った時のなんかよくわからない、なんかこうとした感じというかですね、うん、不思議な心境は、やっぱりすごい超快感だし、うんうん、そこをなんか結構皆さんにもね、なんか見てほしいなっていうか、こう感じてほしいなっていうのは結構思いますね。うん、なんか、そうだって今感じてました、それを。でもそのね、なんか社会的にどうなのかわかんないけど、その古民家回収したいっていうのは多分本当のウォントなんでしょうね。うん。そうだから多分動かれてるんだと思うんです。はい。うんうん。もうとんでもなく大変なこと始めちゃって、何回、なんでこんなこと始めちゃったんだろうってもう何回も泣きそうになってるんですけど、でもなんかふつふつとなんか光の柱を立てたいって思ったんですよね、その時に。1年前ぐらいに
なんでそれをちょっと立てられるように頑張ります。そうか、素晴らしい。いや、ゆうさんどうですか、なんか、うん、ちょっとなんか今日あれだな、俺すごく勉強になったっていうか。いや、なんかさ、そのな、まずちょっとね、まとまりきてないんだけど、そのいわばさ、こう暮らしが商品みたいな感じじゃないですか、うんうんうん、ゆかりさんの場合って。はい。で、うん、その暮らす場所っていうのがそのショールームみたいになっちゃってるっていうか、うんうん、でね、その暮らす場所だからこそ、もう全部その、例えばインスタとか見てて、うん、見てて全部がそのウォンツにこう溢れてるんだろうって勝手に想像してたんですよ。で もちろんそれはそうなんだろうと思うんだけれども、でもその、他者軸とか社会性っていう観点を交えていくと、そこに実はその本当の本当の自分の、空間とか本当の本当の自分がやりたいことっていうのは、そこにそのどっかでやっぱりそのなんていうのかな、こう自分以外の何かを優先しているものがあったっていうところがまず、うん、あ、そうかと思ったのと、なんかね、でもね、同時にね、そのでこれはでもライフスタイリストたるやの、うん、その悩ましいところなんだろうなとも思いつつなんですけど、例えばね、うん、なんでかというと、その僕の家なんかさ、その別になんだろうな、僕の仕事とはこう完全に乖離してるから、自分がその仕事をしやすいとか働きやすいとかくつろげるとかそういうことはあるかもしれないけど、なんかそれをもってして仕事が来るとか僕になんかちょっと興味を持ってくれる人がいるってことはないわけで。うんうん、って思ったのなんだけど、でもなんかさ、それっていわば生き方ですよね。で、生き方で、ゆうじさんもそうなんだけど、生き方をこうさ、晒すことで、それがなんかこう、なんていうのかな、生活の糧にもなっていくというか、みたいなことっていうのが、でも、その、少なからず、いろんな人にいろんな次元で起きつつあるんだよな、とも思ったりしてて。要は、SNS でなんか自分のやってることとか、日々のなんかとかっていうのをさ、ボソボソやってると、それが意外とこう仕事になっちゃう時代ってことは、そのプライベートとパブリックみたいなものっていうのを分けづらいとこもあるよなとか思ってたりもしたのね。あ、うんうん、まだちょっとだからね、これ答えがない話なんだけど、つまりね、うんうん、本当の本当のウォントっていうことと、自分のプライバシーとかプライベートみたいなことと社会性みたいなこととっていうのがものすごいなんか複雑に絡み合ってる中で、うん、俺たちっていうか、まあ、今ちょっとさ、自分の話で言うと俺生きてんなと思って。でも多分私、多分さっきユージさんに言われて、あの気づくというか、なんかプライベートと社会性みたいなのをの隔たりがもうないんですよね、うん、どちらかというと、うん、でと、そう、暮らしのもうなんだろう、ケーススタディじゃないですけど、まあなんかその、本当に、まあ生き方が、こうなっていくと、より、こう、なんていうんですか、みんなにとっても、より暮らしやすい場所になるんじゃないかとか、なんか、そういうふうに考えてしまうというか、なんか本当に多分もしかしたら、暮らしの、実験場みたいな感じに自分自身がなっているっていう、うん、なんかそれはなんかそこに違和感を全く感じてない自分がいるっていうのも、うん、さっき気づいたっていう、うん、なんかで本当のウォントももしかしたらそのなんかケーススタディになってしまうのかもしれないなって思った時に、うんうん、どうぞ、ごめんなさい。なんか、時代ですね。そう。なんかね、そのほら、今のこう、話の流れの中でも、パブリックとプライベートの、境目がなくて、こういうことをすると、みんながっておっしゃったんですよね。みんなが住みやすいんじゃないかと思ってやってるっていうことをおっしゃってて。うんうん、でそれがでも現状の暮らしでしょ。だけど、その、これからやろうとしてることは、そのみんなっていうのを取っ払った部分のことなはずなんですよね。さっきのユージさんの話にも
通り乗っかっていくとするならば、みんなじゃなくて私がやりたいこと、うん、私の住みやすさみたいな、でも極めてわがままになっていくはずなんですけど、なんだけどおそらくだけど、それを今度じゃあその私のために作った私だけの空間をその社会に対してアウトプットした時に、おそらくそこに誰かしらがきっとついてきちゃうんでしょうね、多分、うんうんうん、みんなのために作ったからみんなが来るんじゃなくて、私のために作ったものにみんながフォローしてくるっていう現象がおそらくだけど起きるんだと思うんですよね。でそれがなんか、なんか、うん、お願いします。いやどうぞお願いします。いやなんかそこの下りだけ聞いてると、なんかあれですね、ほら30代か40代まで弁護士かなんかやってたジェフリー・バワがなんか建築を学んで建築やって自分のためにお持ちだったら、それがなんか今でも観光名所になってるみたいな、うんうん、あのインスリランカ、うん、はいはい、なんかまあもちろんゆかりさんの場合は先にもう空間やっちゃってるからあれなんですけど、なんかそれぐらいのね、こうパラダイムシフト的な転換があるかもわかんないし、はい、しかも今ってこれ結構いろんなところでも言ってる話なんですけど、過去の積み重ねの上に現在未来ができるんじゃなくて、別に積み重ねがない時にも未来のちょっと面白いこうぶっ飛んだフューチャーシナリオができてくるかもしれないのがこの風の時代の面白いところなので、うん、だから結構これはなんか僕らだけじゃなくて、多分この見てくださってるガヤの方もやっぱあの神様たちも結構いると思うんですけど、なんか全くやったこともないし全く経験もないし、なんならそういう学校も出てないけど、やってみたらなぜか人気が出たとか、なぜかその数字がついてきたとか、うん、なぜかめちゃめちゃハマってすごい勢いでこう短期間で成長したとかいう方、これから多分めちゃめちゃ増えるだろうし、もう実際いらっしゃると思うんですけど、うん、なんかそういうような、なんか過去現在未来のその連続性みたいなものがいい意味でですよ、いい意味でですね、薄れてその過去の呪縛がもうなくなってきてる時代なので、うん、だからみんなが今ここを生きやすくなる、うん、からだからすごいいい時代だなと思いますし、だからそれをだからまさに僕らはこの時代に生きてる、まあピースとしては、まあ体現しちゃいけないといけない、体験もしなきゃいけないだろうし、まあ逆に言うとそれができることによって、その選択肢の幅が、いや今までは何とか大しか出てないからこうですじゃなくて、いやそれ関係なくてもこんだけできちゃうみたいな。なんかそういう意味では、こう特にゆかりさんみたいな言い方されてると、なんかどんどんどん新しいことも多分やって、道を作っていくっていうこともやりやすいでしょうし、そうすることによって更新も持ってきやすくなるだろうし、うん、やっぱそこの役がやっぱり大きいんだろうなっていうのは、なんかすごい感じましたね。いやでもそこがまたちょっとまたぶっこんで申し訳ないんですけど、僕も僭越ながらそのお役目感っていうのはやっぱちょっとあって、一応曲がりなりにもその星ずっとやってきて、うん、である程度こう見てくださってる方も増えてきて、でってなってくると、なんかもうもちろん星読み興味もあるし全然やり続けるんですけど、なんかそこのアプリケーションっていうんですかね、だから星の世界って極めたらどうなるよ、ここまでできることができるよっていうところで言うと、なんか別に僕のレベルがなんかの関数としてるわけでももちろん全然ないんですけど、そのなんていうんですかね、幅が狭いんですよね、星の世界って極めても、あの何ができるかって言ったら、まあ、あのもし本気で極めたらわかんない、もしかすると某大御所の大先生みたいにお羊座から坊座までの12冊の分冊が本屋さんに並ぶってことはあるのかもしれないけど、でもそれ以外のなんか頂点みたいなのがなんとなく想像しづらい。だから大統領、だからその政治家の先生のお抱えの鑑定士とかね、相談役になるのか、それはトップじゃないかもしれないし、だからそういう以外の、そのなんか、あの、オルタナティブな、なんか道を、まあ、作っていくっていうのは、まあ、なんかあるのかなと思ってるから、ピボットしていろいろこう、わちゃわちゃやってるんですけど、うん、はい。まあ、そこはなんか勝手な使命感というか、お役目感は感じていて、うん、はい。っていう感じですね。なんか、今日はいいな。すごい、なんか、入れ座にされていただけど、なんかもう、恐縮ですって感じですね。いやー、でも、なんか、私、今、千葉にいるんですけど、はい。千葉って、あの、北極星進行なんですよ。はい、あの、千葉神宮ありますもんね。あの、妙見宮が、はい。妙見で、千葉を治めてた大名の千葉氏が妙見信仰で、なんで、あの、どこの神社に行っても、あの、太陽と星と月なんですよね。あの、家紋が。はい。で、なんか、すごい宇宙を千葉って結構なんかすごい、そういうのがもうスタンダードで、結構なんか、あ、星の巡り、りって、なんかこう、なんだ、もっと大きいなって、なんか地球とか、地球っていうかまあ、地球のあり方とか、
国のあり方とか、なんか心のあり方とかだなっていうのを最近すごい思ってたから、ユージさんと今話してて、なんか、その、星読みって、実はすごい全部に派生する、スタイリストも多分いろんなことにって言ってたんですけど、多分星っていうスタンダードなこの、なんか知識とか、なんか力を持ってして、多分衣食住とか何にでも、なんか使、なんかこう、使えるって言ったらその能力を使っていく、使えることなんだなっていうのを、最近、ちょうどそんなことを思ってたので、今聞いてて。はい、まさに、うん。おっしゃってくださる内容がまさにそうで、その衣食住って言って、言ってしまうと、なんか被るね、ゆかりさんのそのスペシャル、スペシャルなところに被る感じだと申し訳ないんですけど、本当になんか衣食住もそうだし、なんかそうそう、そういうところもなんか絡んでいきたいなと思ってますし、うん、だって結局それが宇宙の、まあ、真理って言ってしまうと、あまりにも大冗談な感じですけど、少なくともそれに近しいそのバイオリズムだったり、そういうロジックなんだったら、うん、なんかそれは取り入れないのって損っていうかもったいないよねって僕は結構思っていて、うん、ただそれに対して変なバイアスがかかりすぎているから、そこをこう駆除していくっていうか取っ払っていくのが、まあ、お役目なのかなっていうふうには勝手に思ってたりするんですけど、うん、そう、あれね、話変わりますけど、僕そういえばね、来週千葉行きますよ。12、13かな、もうすぐですけど、実は遊び来てください。あ、取材で、はい、千葉行きます。全然時間はあるんで、全然、はい、あ、じゃあちょっと連絡しますね。はい、わかりました。タイミングがあれば全然ぜひぜひ。いや、そんな感じですかね。そうですね、あっという間に時間が、はい、こんな時間なんだ。そうなんですよ。経ってたんですね。いや、あっという間ですよね。あっという間ですね。勉強になったっていうか、なんか深みがあった。はい、じゃあちょっと千葉の予約をお二人でしていただくということで、この辺で終わりにしたいと思います。はい、今日のゲスト、ほっかりさんでした。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。皆さん、良い夜を。ありがとうございました。